地球史上最高峰の体操選手内村航平選手を直撃うわま地球史上最高峰。うん ええ、まあそうですね。うん、あの、先日ね、うん、まあ、スポルトの方で、ちょっと取材に行かせていただいたんですけども、うん、ちょっと喋りたいなないところもあるということで、うんうん、まあ、内村選手、現在26歳でございます。はい、ええ、あのー、昨年の体操の世界選手権個人総合で、あの、前人未到の世界選手権5連覇と。うんうん さらに国内外の大会を通じて、2008年11月から今年2015年に至るまで、うんうん、31連勝中。うん、これ出た大会で全部優勝ってこと,てこと全部、個人集合総合、うん、全部31連勝、入賞じゃなくて、優勝です、はい、全部勝ってる、2008年から。だらまああのー、リアルに無敵です。うん そうです2008年から7年間、無敵の世界チャンピオンでありますそんな選手にね、やっぱ俺、前から会いたい、会いたいって言ってて、なんとか目の前で見たいと、なんでかって言ったら、ちょっと陸上の十種競技ってあるじゃないですか、あれとね、すごい似てるんですよ、体操の個人総合って、体操個人総合のチャンピオンというのは、意外と陸上界での十種競技のチャンピオンと似たところあって、内村選手も、あの、 個人の単発の種目、床とかだけ出ると、負けてるんですよ。だから、白井君が床で、とんでもない点数出して、勝ったりとかしてるところを、あきれた顔で笑いながら見てるっていう内村選手を、個人では見れたりとかして、だけども、それは今回ね、小ミさんの練習場に行かせてもらって、小ミの選手たちがわーっと練習してる中に、内村さんはいると、各種目のスペシャリストたちも脇で練習してるんですね。そんな中内村選手はいろ種目 まあみんないろんな種目でやるんだけどうん、うん、あの他の選手にもいろいろ聞いてみたんですよ、うん、どう、内村航平ってって言ってたらその子たちも日本代表のトップアスリートなんですよ各種目だと日本一みたいな子もいるんだけど、うん、いやち全然違うと、うん、あの僕らは個人の一個の種目だと勝つことはできるんですうん、うん、ただ、うん、総合になったら絶対に勝てないんですよ。 得意種目がある人はいるけど、まんべんなくはできないまんんべなく全部平均して、かなりの高レベルで、すべてをこなせる、多分過去、地球上に生まれた体操選手で、最高のクオリティを誇ってるのが内村航平だと、これ、何個あるんですかね、種目は。床か、鉄棒、つり輪、あん馬、跳馬、平行棒。 あんばちょう行棒えっ6つ六種目ですかねはいいやねまあ僕なんか運動なんか全くできないですけど素人考えでもやっぱね床とつり輪ってだいぶ違いますね全然違うただ陸上の自主競技もこれと似てて自主競技も1004001500は走る種目じゃないですかこれを俺1種目だとしたらあと7種目でしょであのまあ 跳躍種目っていうのが、まあ、幅高、棒高。で、で、投敵が、あの、まあ、円盤、砲丸、槍と。で、違う要素が入ってると。で、まあ、ハードルっていうのがもう一個あるから、まあ、実質7種目みたいなもんだよって走る種目なんで、ハードルも。だから、6と7で、似たような違う種目で、棒高跳びとか空中指揮種目もあったり、高跳びは飛んで、後ろ向きで回ったりとかっていう。だから、ちょっとね、似たような要素を持った、運動の要素を持った、 あの全然違う競技なのに、特性が似てるんですよ、うん、そう、だからね、なんかすごい俺、本当に一番話の聞きたいスポーツ選手だったんですよ、<ー>どういう思いでやってるのかっていうのをね、で、いろんなあの技術のことを聞いてみたんですけど、彼、昔のインタビューで、今、内村選手の体操って、のどのぐらいまで来てるんですかと、なんつうんあの進んでる先は何号目なんですかみたいな話をしてみたら、まだ半分来てませんって言うんですよ。 この状態ですよ、世界5連覇、総合5連覇、そして31連勝中の男が、まだ僕の体操の完成度は半分に満ちませんって言うわけですよ、うん、なんだろうと思ってたんですよ、うん、俺、その半分って、うん、コスチュームデザインとかですかね、違う、いやいや、あとだって、ここまで来たらもうね、うん髪が、髪型が決まらないとか、<laughs> そういうことしかないでしょう。 そうなんですかねそれがね俺もそうなのかなって思ってないけどそんなところも含めだと思うんだけどでも、今の話に通ずるところがちょっとあって彼が言ってたまず一言言の単語で表したら言葉で表したら何ですかとその半分はといや確かに勝っているし今、世界チャンピオンでいるし日本で負ける選手もいないんだけど何だろうなって1分ぐらい考え込んだんですよ。 どんな答えが返ってくるのかなと思ったら「そうですね」って言って「僕の体操にまだ足りないのは余裕です」って余裕でもね彼の着地がね過去世界のどの選手もたどり着いてない高いレベルで体操の最後の締めであるドンって床に降りて着地を美しく決めるっていうのがもう多分ね今どんな選手に聞いても俺かの。 後輩たちも聞いたんだけど、うん。<laughs> あのまずとにかく技を正確に決めて、さらに美しく降りるってことに関して、うん、彼を超えられる選手はこの世にいないって、僕らは思ってるんですっていうわけですよ、それで世界の他の国の選手たちはどうなの、うん、と、俺らは体操、内村航平がスターだから、そういうふうに思ってるけど、海外の例えばロシアとか中国の選手は、彼のことどう思ってるのって聞いたら、いや、多分海外の選手も内村航平に関してはそう思ってますと、うん、いうレベルなんだけど、うん 内村航平からしたら、まだ僕の体操には余裕が足りないって言うんなんか余裕しゃくしゃくでね、降りてるでしょ、着地してるような確かに今までの選手はぐる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 って回って、今はんだっけな、E スコアっていうのかな、難度を示す E スコアっていうのがあって、それを高めるのが今は。 あのなわけですよ、うん、海外で A 難度、B 難度、C 難度、でウルトラ C とかが始まってうん、うんで、今は E 難度とかっていうのが始まってるんですね、うんうん、でその E っていうのを入れたり、その高い難度の,あの技をたくさん入れないと、うん、加点がもらえないから、もう勝てないって時代になってるんですけど、さらに高い難度な、なんかね、ちょっと俺、言い方間違えたかもしれないけど、その技の完成度とか、うん、そういうところも評価されるらしくて。見栄えみたいなの。その見栄えとかその、うん あなんだろうなそういうところがすごく評価されてるらしいんですうん、うん、で内村航平は日本の体操はそこが勝負だって言ってて言んです<ー>その難度を高めてその美しさ、うん、芸術性みたいなものがあるんですけど、うん、そこで勝負するのが日本の一番美しい体操だと、うん、でそこでやっぱぐるぐるぐるって回って、うん、ダンって降りて止まっちゃうのは余裕がないっていう、ねうん、えとどういうことどう、うん、いうこと 絶対に崩れない余裕トンって降りるってこと、はあ、でそこには余裕が必要じゃないですかだからその高い難度の技を完璧にやりきって絶対に降りれる余裕を持って降りる必要がまずあるとで、うん、彼はそこが今は自分がちょっと抜けてるところなんです、えー、そんなところを目指されてるんですか、はあ、ただまだ足りないって言うんですよ その余裕がまだあれば、もう一個上の難度の技が決められて、うん、さらにもっと余裕で今までの技を降りれると。それであの言ってたのは、うん、あのはあ ここが一番俺、肝に響いたんだけど、アスリートってその難易度を求めたり、クオリティを求めるっていうのは、みんなやってんですよ。うん、だけど、そこを重視するあまり、他のことに目がいかないですよ。その高いクオリティの技を、より多くの人により楽しんでいただくっていう視線が足りないですよ。だからそれは俺も、 芸能界に入ってきたのそこが理由で、うん、僕の,そのスポーツの能力っていうのは結構広範囲に高いものがあるけど、うん、あのマイナースポーツだったおかげで誰にも評価されてなかったっていう、うん、そこで僕はエンターテイナーにまずなるべきだと思ってこの業界に入ってこ、うん、の「この獣道」も全ての番組通してエンターテイナーとして成長して自分の持ってる能力をたくさんの人に楽しんでもらえれば、うん、それがスポーツの 引いては大きな価値になるんじゃないかと思ってたんだけど、うんうん、内村航平選手はなんでその余裕を出したいかっていうと、うん、あの体操選手があの細かい技の難易度とか、その技が決まった時の達成度とかを分かるレベルで、体操選手しか分かんないレベルで技を決めてたら、 体操じゃないところの部分の人たちには響かないって言うんですよ。もう内村光平が技を決めて、ドンって降りた時のその余裕と美しさが、体操全く知らない人たちも、かっこいいと、素晴らしいと、しかもあんな簡単に人間が、もう宇宙にいるような感じでくるくる回って降りてきて、笑顔で美しく、はい、指の先々まで、 あのー、本当に美しい鳥がハッ、うん、てこう羽ばたいて地上に降り立った時のような美しさが出せれば、うんうん あの体操知らない人もあんな美しい素晴らしい競技があるんだと、うん、俺もやってみようあ,<ー>あんな簡単そうなんだからっていうのをすげえ難しいんだけど表現できたらもしかしたら体操っていう彼が生きてきたスーパーエンターテインメントの世界が彼が世界の最高峰と言われるところまで高めた技術がもしかしたらもっと広い視野を持ってこの地球上に楽しんでくれる人が増えるんじゃないかっていう,う<ー>そこにまで影響を及ぼせる体操選手になったら僕の体操 体操はもしかしたら完成に近づくのかもしれないっていう思いをオフのところですごい喋ってくれたなんですよ。オンデ違うんですよ、僕,僕があのもうオンのところの,あの尺は決まってたんですよ、こう30分しかできませんっていうのが、うんうん、ただ僕ががっついて、その後の取材入ってたのに、カメラ止まってから、内村さん、これってこういうことなんですかって聞いたら、すげえ優しくて、それをあ、あ本当に武井さんの言うとおりで、こうこうこういうところを気にしてるんですとか、15分ぐらい延長で喋ってくんですよ。 やっぱジョージが考えてる意気と違うとこですね俺をどうしてもそれ伝えたかったんだけど放送の中でも伝えきれず感想をしゃべるとこでも伝えきれないのでここでなんとかしゃべれないこれ最終回に「もってこい」の話だなと思ってこれを「獣道」の最後にやっぱり持ってこれたっていうのは運命だし僕がスポーツとか人の。 スペシャルな能力、人が磨いた、うん、あの、その世界で輝きを発する能力、それはお笑いの技術もそうだし、あのね、大吉さんたちのその漫才がチャンピオンを取ったとか、そういったところも、俺は本当にクオリティの,、うん、あの、クロートが好むクオリティのところ、うん、高いところ、でもそれを今僕らはこういう風に世の中に発信できるわけじゃないですか。うん、それをもって地球上全ての人が、 なんかね、うん、楽しめるものとしてそこに落とし込むっていうのが僕らのお仕事だって僕は今そういう使命を持ってやってるんですけど、うん、それをアスリートの側からそういう発信をしてくれてるっていう内村選手を俺は本当に尊敬してるし、うん、今、あの、 やっぱりそういう選手が少なくなってきて、うん、自分の技術さえ磨いてればプロになれるって思ってる選手が多い中、うん、あの、それを飛び越えた、うん、あの、自分の競技をより多くの人に見せるエンターテイナーとして、うん、あの、世界のトップに立ちたいって思ってるこの内村光平選手、今年もね、あの、世界選手権とか NHK 杯とか全日本も目白押しでありますし、で、来年のオリンピックに向けて、 今年をオリンピックの本番だと思ってやりますと。ええ、で、それが今年リハーサルのようにして大成功できたら、もしかしたら来年のオリンピックでより余裕を持った内村光平が生まれて、うん、最高の演技は2年連続で見せるんじゃないかっていうメッセージくれましたんで、でね、今年来年の内村光平を、ぜひ楽しみに見ていただきたいということをメッセージとして。